ポール・リロイ・バスティル・ロブスンは多言語で活躍したアメリカ合衆国の俳優、運動選手、気流軍行進局の英訳をしたことで有名なバスバリトンのオペラ歌手、作家、公民権活動家、共産党支持者、ソ連スパイ、スピンガーンメダルとスターリン平和賞の受賞者。ロブスンはニュージャージー州プリンストンで生まれた。 家系がイボ族であり、彼の父親のウィリアム・ドリュー・ロブスンは、奴隷として生まれたノースカロライナ州のプランテーションから逃れ、後にペンシルベニア州のリンカーン大学を卒業して、教会の牧師となった。母親のマリアル・イザバスティルは、奴隷制廃止論者のクエーカー教徒の家の出身であった。ポールの4人の兄弟姉妹は、ワシントン DC で医師を営んだウィリアム・ドリュー・ロブスン。 牧師のベンジャミン・ロブスン、フィラデルフィアに住んだリーブ・ロブスンとマリアン・ロブスンがいた。ポールはニュージャージー州サマービルのサマービル高校で歌、演技、運動を学び、1915年、主席で卒業した。ロブスンは勉学で、奨学金を得て、ラトガース大学へ入った。同校の3人目のアフリカ系アメリカ人の学生で、彼の在校時には唯一の黒人学生であった。 ロブスンはラトガース大学でファイ・ベータ・カッパに入会できた3人のうちの1人で、またラトガース大学の優秀な学生で作るキャップスカルに1919 19年に選ばれた4名の学生のうちの1人であった。彼はクラスメートの推薦を受けて卒業生相談を務めた。運動選手としてもロブスンはフットボール、野球、バスケットボール、陸上競技など全部で15の 代表チームで活躍した。特に彼の才能はフットボールにおいて極まっていて、1917年と1918年の2度、全米1位のチームに名前を連ねた。彼がラトガースのフットボールチームに入部を志願したとき、意地の悪い他の選手は彼を殴り、彼の指の爪を剥がしたりさえもした。彼は進化を発揮するためにそのいじめに耐えた。しかしながら、後年、 合衆国政府が彼の国外旅行を禁止したとき、彼の名前は過去に遡って1917年と1918年の全米フットボールチームの名簿から削除された。ラトガース大学卒業後、ロブスンはハーレムに移って、コロンビア大学法科大学院に入った。1920年から1923年まで、ロブスンは運動選手と演奏者として、 公立学校の学費を稼いだ。彼は、後の NFL となる、アクロンプロスとミルウォーキーバジャーズで、プロフットボール選手として活躍し、ペンシルベニア州のリンカーン大学で、フットボールのアシスタントコーチも務める傍ら、ニューヨークとロンドンで1922年の演劇、タブーに出演した。コロンビアでは、ロブスンは、アフリカ系アメリカ人による最古の大学館の、 ギリシャ文字の u 愛会、アルファハイアルファに加わった。1923年に卒業し、ニューヨークシティのストッツバリーとマイナーにある法律事務所に雇われたが、白人秘書が彼の肌の色を理由に口述筆記を取ることを拒否したため、ロブスンは事務所を辞めた。後にロブスンは、ロンドン大学の東洋アフリカ研究学院で学んだ。1921年8月、彼は、 エスランダ・カルド・ソグウドと結婚した。彼女はニューヨークシティのコロンビア長老派協会医療センターの病理検査室で室長を務めていて、アメリカ合衆国最高裁判事のベンジャミン・カードーゾの親戚であった。ロブスン夫妻は1927年に一し、ポール・ロブスン2世を設けた。ロブスンは優れたバスの声によって俳優や声楽家として名声を受けた。 ヘオト記号より下の C まで出せる力強い美声によってアメリカ楽団で名を成した数少ないシンのバス歌手の一人であった。舞台活動に加えて古い黒人霊歌の解釈が賞賛された。ロブスンは黒人霊歌を演奏会場に持ち込んだ最初の歌手であった。ロブスンが最初に演じたのは1922年にハーレム YMCA で上演された。 サイモンザシリニアンでのサイモン役とハーレムのサムハリス劇場でのタブーでの事務役であった。タブーは後にブードゥーに解明された。彼は1924年上演の友人オニール作皇帝ジョーンズの主役の演技で高く評価された。また、オニール初期のすべて神の子には翼があるの公演において白人女性と結婚して、 自分の肌の色を口汚く罵しられ、法律家として有望な前途を妻に、台無しにされるという役柄を演じたことでも有名になった。次にロブスンは、デュボース・ヘイワードの小説、ポーギーの演劇版で、クラウン役を演じた。この小説は、後に、ジョージ・ガーシュウィンのオペラ、ポーギーとベースの原作となった。ロブスンは1928年、ロンドンのミュージカル、ショーボートで、 彼のために書かれた条約を演じ、その後1932年のブロードウェイシアターでのリバイバル公演、1936年の映画版、1940年のロサンゼルスでの再演でも同役を演じた。1930年、ロブスンはイングランドでシェイクスピアのオセロの主役を演じた。当時、彼をこの役に起用する合衆国の会社は一つもなかった。 1943年にニューヨークでオセロを再び演じ、1945年までアメリカ合衆国をツアーした。ブロードウェイでのオセロの上演は2006年の現在、シェイクスピア演劇のロングラン記録となっている。ロブスンはこの公演によって1945年にスピンガーアン、メダルを受賞した。ユタハーゲンがデスデモーナを演じ、ホセフェラーがラゴを演じた。 1936年の CLR ジェームズによる演劇でトゥーサン・ルーベルチュールの役を俳優のロバート・アダムスと共に演じた。ロブスンのアフリカ系アメリカ人のフォークソングのデパートリーによって、とりわけ彼のゴーダウン・モーゼスの公演などの演劇はアメリカ国内と海外で広く注目を集めることになった。ロブスンは世界の民謡に興味を持ち、 20の言語に精通するようになった。1920年代の後の彼のスタンダード曲のレパートリーは多くの言語の歌を含んでいる。夫婦でイングランドに移住していた1925年と1942年の間にロブスンは11の映画作品に登場した。第二次世界大戦の開戦まで長期の歌のツアーをしながら彼はイギリスに残った。 ロブスンはソング・オブ・フリーダムやプラウド・バレーなど1930年代のイギリス映画において大きな工業面での呼び物となった。一時的にアメリカに戻ってロブスンは1933年のダッドリー・マーフィーの手による皇帝・ジョーンズの映画版で再び主役を演じた。1936年の映画消防とは工業的にヒットし、 彼の映画の中でも最も頻繁に見られ最も高く評価される作品となった。その映画の中での彼のオールマンリバーのパフォーマンスはとりわけ有名である。1937年の映画版キング・ソロモンではウンボパを演じた。ジェリコやプラウドバレーなどの映画で彼は強いアメリカ黒人男性を表現した。ロブスンは第二次世界大戦中に 英国を離れた。アシカ作戦が守備よく完了した後に捉えるべき、英国在住のアメリカ人数千名が記載された、ナチスドイツの文書、ブラックブックに彼の名前があったことが後になって判明した。スペイン内戦中にロブスンはド地を旅して、黒人司令官のオリバーロを含む、エイブラハムリンカーン旅団の隊員として、写真に収まった。彼のレパートリーには、 ピート・ボック・ソルジャーズという歌があり、それは国際旅団の志願兵と退役兵も同様に人気があった。ロブスンは第二次世界大戦中に合衆国軍部隊を代表してコンサートで歌った最初の演奏者のうちの一人であった。ロブスンとエールズとの関わりは1928年に彼がロンドンでミュージカルショーボードを演じた時に始まった。 そこで彼は南ウェールズからの抗議行進に参加していた失業した甲府の集団と出会った。1930年代の間、ロブスンは数回ウェールズの最高地域を訪問し、カーディフやニース、アベーダイルの街で講演した。1934年、彼はレックスハム近くのグレスフォード炭鉱で起こった264名の 炭鉱夫が死亡した労働災害の犠牲者の事前のため、カエーナーフォンで講演を行った。1938年、スペイン内戦時に、スペイン共和国側について死亡したウェールズ出身の33名の兵士を追悼したアッシュさんのウェールズ国際旅団、国定記念物で、彼は7000人の聴衆を前にして講演を行った。1940年、 クラウドバレーにおいて彼はロンダー鉱山に現れた黒人労働者の役で登場し地元の人々の心を掴んだ。西欧とソ連への頻繁な旅行においてロブスンはアメリカ黒人が経験していた状況特に人種分離されていた南部の州での状況に非常に批判的であった。ロブスンはンチに反対する活動家だった。彼は1946年にこの点で 積極的にトルーマン大統領に要望し、もしも政府が何もしなければ、案に示された黒人が自身を守るために抵抗するであろうという見解を示した。同じ年に彼はアメリカンクルセードアゲンストリンチングを創設した。ソ連とその外交、国内政策、とりわけヨシフ・スターリンに対するロブスンの率直な用語で、彼は 米国と英国でしばしば批判の対象にされる非常に議論の多い人物となった。ロブスンはアジア系とアフリカ系アメリカ人が経験している人種差別の状況をこわだかに批判し、北部と南部両方での人種分離を非難した。特にロブスンはン地に対して遠慮なく非難し、1946年には彼はアメリカ半ン地十字軍を創設した。 1948年、ロブスンは進歩党候補者のヘンリー・エイ・ウォーレスを選出するべく大統領選挙戦で活動した。ウォーレスはフランクリン・ルーズベルト政権で農務長官、副大統領、総務長官を歴任した。その年の6月の選挙遊説で、ロブスンはジョージアへ行き、そこでアトランタとメーコンの黒人協会で溢れた聴衆の前で彼は歌った。 1949年7月ニューヨークシティの権利商店会議はスミス法の規定の下で1941年に有罪を宣告された19名のトロツキスト全員の解放を求めることを決議に盛り込もうとしていた。スターリン支ハ反トロツキーの立場からロブスンはこの考えを求断する演説をした。彼は投獄された社会主義労働者等のメンバーは 世界の新しい民主主義を破壊しようとしているファシズムの仲間です。混乱しないようにしましょう。彼らは労働者階級の敵です。あなたはクークラックスクランに公民権を与えるのでしょうかといった。決議は破棄され、ロブスンのスピーチはその破棄とともに称賛された。ロブスンは冷戦中の正義においてはますます人気のない人物となり、 そして1949年、ニューヨーク州ピークスキルで公民権議会のために彼が企画したコンサートではピークスキル暴動が勃発した。コンサートの観客が野球バットを持った怒れる反共産主義者の群衆に攻撃され、当初の8月27日のコンサートは延期された。イベントは9月4日に時期変更されて2万人が参加したが、 数マイルの長さにわたる敵対的な地元の人、退役兵、外部の先導者たちが車とバスのフロントガラスを通して投石して140名が負傷し、コンサートの後は暴力によって損なわれた。1930年代前半に数年間、ヨーロッパを旅行した後に、ロブスンはソ連への訪問を打診されて、それを受け入れた。そこにいる間、ロブスンは低調なもてなしを受け、 それには、劇場、演席、その他のアトラクションへの旅行も含まれた。ロブスンはこの新しい社会とそのリーダーシップに魅了されるようになり、国には人種的偏見が完全になく、アフロアメリカンの霊下は、ロシアの民衆の伝統に共鳴している。ここで、生まれて初めて、私は完全な人間の尊厳の中で歩くと宣言した。文章とスピーチを通じて、ロブスンは、 ソ連とヨシフ・スターリンの外交、国内政策を擁護し続けた。大粛清の間、ロブスンは、デイリー・ワーカー氏の記者に、ソビエト政府の働きを私がすでに見てきたという点から、私が言えるのは、それに反対する挙手をした者は打たれるべきであるということだけです。と言ったとされている。NATO の結成後、ロブスンは1949年のパリ世界平和評議会でのスピーチで、 アメリカ国人が数世代にわたって我々を圧迫し続けてきた国を代表して戦争に行くことは考えられない。一つの世代で私たちの同胞を完全な人類の尊厳に育て上げた国に対してはと宣言した。シュガーレイ・ロビンソンはロブスンを知らないけれどももしあったなら口を殴ってやると言ってこれに返答した。多くのソ連を支持した元左翼がそこで遂行される。 残虐行為を知って公的に彼らのかつての提携国を休断し始めていたにもかかわらず、ロブスンはソ連指示を固守した。1950年3月、NBC は元大統領夫人のエレノア・ルーズベルトのテレビ番組、トゥデイ・ウィズ・ミセス・ルーズベルトへのロブスンの出演予定をキャンセルした。NBC の広報は今後ロブスンが NBC に出演することはないと宣言した。公民権議会のプレスリリースは、ロブスン氏のテレビ出演への検閲は、市民権と人権のための黒人の戦いの結出した、スポークスマンを黙らせる粗雑な試みであるとし、基本的な民主的権利は、反共産主義という煙幕の下で攻撃されていると、これに反対を表明した。抗議団体は、NBC のオフィスに抗議ピケを貼り、 抗議活動は多数の有名人、組織、その他から賛同を得た。しかしながら彼を取り巻く論争によって、ボール・ロブスンの録音物と映画のすべては流通から除外された。この時から1970年代末までのアメリカ合衆国では、ロブスンの歌をレコードやラジオで聴いたり、非常に高く評価されて成功した1936年の映画版。 消ボートなどの映画を見たりすることは不可能ではないにせよ、ますます難しくなった。1950年代後半の聴衆が知る限りにおいては、唯一の消ボートの映画版は、1951年の MGM のテクニカラー版で、そこでは1936年の映画版で、ロブスンが演じた役をバスバリトンのウィリアム・アーフィールドが演じた。1952年、 ロブスンはスターリン平和賞を受賞した。1953年4月、スターリンの死の直後、ロブスンは最愛の同志のあなたへと題された追悼を書き、その中で彼はスターリンの深い人間性、賢明な理解、そして彼のことを賢明で良いと称え、世界の全人類との平和な共存への洗練を称賛した。1943年7月8日に、 ユダヤ人反ファシスト委員会が組織したアメリカ合衆国においてそれまでで最大規模の親ソビエト集会でロブスンはモスクワ国立ユダヤ人劇場の人気俳優兼監督のソロモン・ミホエルスとイディッシュ人詩人のイツイク・フェフェルに出会ったミホエリスは当時のソ連にあったユダヤ人反ファシスト委員会を率いていてフェフェルは自席にいた集会の後でロブスンは 妻エシーと共に、ミホエリスと、フェフェルを艦隊した。6年後の1949年6月、プーシキン生誕150周年の祝賀の間、ロブソンはコンサートで歌うためソ連を訪れた。ユダヤ人芸術家の暮らし向きが気がかりだったので、ロブソンはソ連当局に、自分は、フェフェルに会うと伝えた。部屋が登聴されていたので、フェフェルは、 身振り手振りと筆談を交えたやりとりを知られながら、ミホエリスが1948年に秘密警察に殺害されたことを教えた。フェフェルは多くの他のユダヤ人芸術家が逮捕されたことも伝えた。ロブスンは6月14日にチャイコフスキーホールにおけるコンサートで友人のフェフェルとミホエリスに敬意を表することで反応を公にした。そして、 ビリニュスのユダヤ人ゲットーのパルチザンの歌、ザグネット・ケインメルをロシア語とイディッシュ語で歌った。しかし、合衆国に戻るや、イナや、ロブスンは広範囲にわたるユダヤ人への迫害を否定して、至るところでユダヤ人にあったが、それについては何も聞かなかったと述べた。とはいえロブスンは、ソビエトの反ユダヤ主義に気づいていながらも、ソ連を支持し続けたために、しばしば批判されている。 ジョシュアル・ベンステインの著書、スターリンの秘密のポグロムによるとロブスンはいかなるソ連批判もアメリカ合衆国における反ソビエト勢力の移行を増すだろうとの理由から自身の沈黙を正当化したのだという。ロブスンが米国はソ連に対して先制攻撃を仕掛けたがっていると信じていたからであった。ソ連やとりわけヨシフ・スターリンへの共感などを表明した政治的な言動と アメリカ共産党の党員であるという噂。そして頻繁なソ連訪問ゆえに、ロブスンは、ジョン・エドガー・フーバー率いる FBI によって、取り調べを受けることになった。ロブスンは1941年から1974年に、当局が、さらなる捜査は正当でないと決定するまで、FBI の監視下にあった。1946年、ロブスンは、カリフォルニア州で、 海務非米活動委員会に尋問された。共産党員かどうかを質問されると、民主党と共和党のどちらに入党しているかを質問された方がマシだった。それに、米国では共産党もまた合法である、と答えた。だが、自分は共産党員ではないとも付け加えた。10年後の1956年、ロブスンは共産党員ではないことを宣誓する。 供述書に署名すするることとをを拒否すると下院非米活動委員会への出党を命ぜられた共産党員ではないかとの疑惑に関して質問されるとロブスンは共産党が合法的な政党であり投票所の前で入党するように勧誘されたことがあると委員に対して念押ししてから合衆国憲法修正第5条をほのめかして返答を拒んだ ロブスンはアフリカ系アメリカ人に関する公民権問題について委員を通話した。一人の上院議員がソ連に泊まればよかったのにと尋ねるとこのように反論した。父は奴隷でした。我が同胞は命を削ってこの国を築き上げました。そして私はまさにここに泊まって祖国の一部になろうとしているのです。ちょうど皆さんのように。 皆さんのようなファッショ志願者が私を祖国から追い立てようとしても無駄です。お分かりですかある箇所ではあなた方は愛国者ではないしアメリカ人でもない。恥を知りなさいとも述べた。冷戦を専門とする歴史家のロナルド・ラドシュはロブソンがソ連邦ともソビエト共産党とも積極的に結びついていたことからするとロブソンを比例活動委員会の 犠牲者だと評価することは不当であると論じている。ソビエト共産党の反米スパイ活動への深入りは有名だったからである。1950年、国務省はロブスンのパスポートを否認し、すべての港での停止通知を発行し、事実上彼をアメリカ合衆国内に制限した。1950年8月23日にロブスンと 彼の弁護士が国務省の職員にあって、彼が外国を旅行することが、なぜ、合衆国政府の利益に有害であるのか尋ねたとき、彼らは、アメリカ合衆国の黒人の扱いについての彼の、頻繁な批評はあまり外国に広めるべきではない。それは、内輪の問題であると答えた。ロブスンが、パスポートの再発行について尋ねたところ、アメリカ合衆国外で一つのスピーチもしないと、 保障する声明に署名することをロブソンが拒否したことを引用して国務省は拒絶した。ロブソンのパスポートの取り消しは国務省が親ソビエトであると考えた他の個人と同様であった。その中には作家のハワード・ファスト、アルバート・ E ・カーン、W.E.B. リュー・ボイスや米ソ友好全国委員会の委員長であったリチャード・ムー・フォードがいた。 渡航禁止令に対する挑戦の象徴的な行為としては、米国とカナダの労働組合が1952年5月18日に企画した音楽会国際ピースアーチがワシントン州とカナダのブリティシュコロンビア州の間の国境で開催された。ポール・ロブスンがアメリカ合衆国イコールカナダ国境の米国側の平らなトラックの荷台の後ろに立って 二万人とも四万人とも言われるカナダ側の群衆に向けてコンサートを行った。1953年、ロブスンは再びピースアーチでの二回目の公演のために戻ってきて、さらに翌2二年にわたる二回のコンサートが予定された。1956年、都交禁指令が課されて以来初めてロブスンはが州国を離れ、その年の3月にカナダの二つの都市、 サドバリーとトロントでコンサートを行った。渡航禁止令は1958年に終了し、同年ロブスンのパスポートは返還された。ロブスンの自伝、ヒア、アイスタンドは、最終的に1958年に、イギリスの出版社が出版した。この年にはまた、ロブスンの60歳の誕生日がいくつかの、アメリカ合衆国の都市と、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア、 アフリカの27カ国でソ連と同様に祝賀された。合衆国際交際が、ケント対ダレスの裁判において、国務長官はパスポートを拒否する権利、または政治的信念のために宣誓供述書に署名をさせる、ことをどんな市民に要求する権利も持たないと、採決した後、1958年5月、ついにロブスンのパスポートは回復され、 彼はまた旅行することができるようになった。その復活の一部として、ロブスンはその月にカーネギーホールで2回のリサイタルを売り切れにし、この公演は LP と CD でリリースされた。これらは彼の唯一のステレオ録音物であろう。1950年代後半、ロブスンはイギリスへ移住し、広く各地に旅行した。彼は世界をツアーするのに5年をかけ、 ストラトフォードアポンエーボンで、トニー・リチャードソンの1959年制作のオセロを再び演じ、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドを歌って回った。イングランドへの訪問時、彼は俳優のアンドリュー・ホールズと友人になり、政治の経歴を始めるべく、彼を奮い立たせた。旅行中、 ロブスンは健康上の問題を抱え、何度かロシアと東ドイツの病院で時を過ごした。1961年、ロブスンはモスクワのホテルの部屋で自殺を図った。彼の息子は、これは MK ウルトラと呼ばれる秘密裏の計画の下で、彼の飲み物にいくつかの合成原核剤を混入した CIA 工作員によって仕組まれたものと主張した。 ポール・ロブスンは1963年に合衆国で暮らすため帰国した。彼の人生の残りは病気によって苦しめられ、彼の出演は比較的少なくなった。1976年、ポール・ロブスンはペンシルベニア州フィラデルフィアで脳梗塞で死んだ。77歳だった。彼はフィラデルフィアで姉妹と同居中であった。遺体は ニューヨーク州ハーツデールのファンクリフ墓地に埋葬された。1978年の初め、ポール・ロブスンの映画はついにアメリカのテレビで放映され、1983年には、ショーボートがケーブルテレビで初放映された。近年では、ロブスンの無声映画は、ケーブルテレビ局のターナークラシックムービーズに登場している。ありがとうございます。